今回は国内外問わず人気の皇室特集です。動画の途中でここでしか見れないスペシャルカットも追加しているので、ぜひ最後までお楽しみください。それではどうぞ。なんて素晴らしいんだ。皇后雅子様の優秀な姿がニューヨークタイムズに特集され、全米で大きな話題に。皆さんは日本の皇后雅子様が海外で非常に人気なのをご存知でしょうか。お世継ぎなどの問題で適応障害を発症された雅子様。日本ではそのようなお姿ばかりが目に留まりがちですが、実はアメリカの大統領までも驚かせてしまうような素晴らしいスキルの持ち主なのです。国際親善の場において雅子様の優秀なお姿に今海外が注目しています。アメリカのニューヨークタイムズが皇后雅子様の特集記事を取り上げると、多くの称賛の声が上がったのです。世界中が感動した雅子様のお姿とは一体どのようなものなのでしょうか。今回は皇后雅子様の功績とそれに対する海外の反応を見ていきます。ぜひ最後までご覧ください。世界が称賛する雅子皇后。天皇皇后両陛下のご活動は宮中祭祀、行幸啓、国際親善など多岐にわたります。国際親善は外国政府や外国王族の招待を受けて外国をご訪問すること。賓客として日本を訪れる外国の国王、王族、大統領などのご接遇というように、双方向の交流を通して親交を深めていきます。両陛下は共にオックスフォード大学に留学経験があり、英語は堪能でいらっしゃいます。天皇陛下はフランス語とスペイン語を学ばれ、雅子さまはロシア語、ドイツ語、フランス語、スペイン語を習得なさったと言われます。マルチリンガルで国際儀礼に通じた両陛下による国際親善は国内外のメディアで称賛されています。その中でも雅子さまをめぐるある出来事が世界中で話題を集めているのです。それは2019年にフレデリック皇太子夫妻を出迎えられた時のことです。雅子さまとチークキスをしたメアリー皇太子妃がその後深く膝を曲げて挨拶を行うと、雅子さまが抱え上げるような仕草をした後笑顔に。この時に雅子さまが見せた笑顔にはどんな意味があったのでしょうか。この膝を曲げる動作はカーテシーと呼ばれるヨーロッパ伝統の挨拶で、女性だけが行うものです。ひざまずこうとする意思を表している意味があります。ですからカーテシーをするということは相手への敬意を払うという意味があるのです。そのため自分より目上の方に対して行うのが一般的で、日本が西洋の文化を取り入れ始めた明治時代に明治宮廷はフランスマナーを最初に取り入れました。陛下や皇族に対し臣下のご婦人たちがカーテシーで挨拶する光景が多く見られます。しかし2年前にフレデリック皇太子夫妻が来日した際には、雅子さまとメアリー皇太子妃はチークキスのみを交わしています。これはお二人の親しい関係の表れでした。実は皇后陛下の雅子さまとしては皇后になる前には同じ立場でかつ何度もお会いし親しい仲だったので、チークキスという挨拶だけでよかったのです。しかし今回来日した際は皇后陛下になった雅子さまに対し、メアリー皇太子妃がカーテシーを行い、立場の違いを明確にしないとという態度を示したことに、雅子さまはそんなことしなくていいのにというような打ち解けた雰囲気がそこにはあったといいます。このような冗談ができるまでお二人は親しい関係であるということがわかりますね。フレデリック皇太子夫妻の来日の際だけでなく、様々な国際親善において皇后陛下雅子さまが楽しそうに会話する姿が多く見られます。雅子さまに対し海外からは、雅子さまの輝かしい笑顔、キラキラしてる、華やか、こんなに華のある方だったんだ、美人で謙虚な雅子さま素敵です、など称賛の声が上がっています。このように雅子さまの外交関係は今世界で多くの話題を集めているのです。雅子さまの外交力と人間性。では雅子さまはなぜこれほどまでに海外で人気を集めているのでしょうか。その原因を追求するために、まず雅子さまの経歴を見ていきましょう。雅子さまの父、小和田久志さんは元外務事務次官であり、母の由美子さんは大学卒業後エールフランスに入社した経験があります。雅子さまは父の海外赴任先の旧ソ連やアメリカなどで幼少期を過ごされました。1歳数ヶ月からモスクワで過ごし、モスクワの私立保育園に通園されています。当初は慣れない言語や集団生活で泣き出すこともあったそうですが、ロシア語もすぐに上達して妹たちにロシア語で話しかけたり、寝言もロシア語で言うほどだったそうです。
1979年、昭和54年に父の小和田久志さんが在日日本大使に就任したため、米国マサチューセッツ州ボストンへ一家で移住し、マサチューセッツ州立ベルモントハイスクールへ2年間通学されました。そこでは最優秀学生と認められ、アメリカ政府が米国全体の上位 5% の生徒に贈るナショナルオーナーソサエティを受賞し、在学中、地元紙が年に数回掲載する成績優秀者の欄に常に登場するほどだったようです。またドイツ語化において、ドイツ政府運営のドイツ総領事賞及びゲーテインステート賞を受賞されています。高校卒業後はハーバード大学に入学され、1年時の夏休みにはドイツのゲーテインステートで2ヶ月ドイツ語の特訓をし、2年の夏休みにはフランスのグルノーブル大学のフランス語書き講座に参加するなど、外国語を精力的に学ばれていました。在学中は週末もデンマーク大使にボストンを案内するなど、外交官見習いのようなことも頻繁にしていたそうです。卒業時には学部でわずか3人だけが受賞する優等賞に選ばれたほどだそうです。大学卒業後、東京大学を経て外交官の道へ進まれた雅子さまは、外務省北米局に勤務された経験もあります。このような華々しい経歴を持つ雅子さまについて、ニューヨークタイムズは特集記事を書きました。内容は、米紙名門ハーバード大学を卒業し、5カ国語を話すことのできる皇后雅子さまと皇室の在り方を紹介したものです。皇室のしきたりのせいで才能のある女性としての活躍の場が持てなかった雅子さまが、トランプ大統領と流暢な会話をする姿に日本人からも喜びの声が上がっているとしています。ニューヨークタイムズでは、トランプ大統領が皇后陛下雅子さまの英語力に感銘したと報道されています。令和元年5月27日午前9時過ぎ、アメリカのドナルド・トランプ大統領は、天皇陛下即位後最初の国賓として皇居、宮殿、竹の間で会見を行いました。玄関で迎えられた両陛下の横に、今まで天皇皇后の国際親善の場にいたはずだった通訳はいませんでした。トランプ大統領はそこで衝撃を受けたそうです。トランプ氏は前日、安倍首相と行動を共にしていました。その時には、安倍首相はゴルフにも大相撲観戦にも通訳を引き連れていたので、トランプ大統領が驚くのも無理はなかったのかもしれません。雅子さまは会見を通じて、メラニア夫人とすべて英語で会話されました。雅子さまが高校2年生になられた愛子さまの話をされると、メラニア夫人も13歳の息子バロンさんの話で応じられたそうです。この様子を見たトランプ大統領は雅子さまに大変感心したようです。しかし、トランプ大統領が衝撃を受けたことは英語力だけではありませんでした。皇后陛下雅子さまにトランプ大統領が感銘を受けたのは、ハーバード出身で5カ国語が話せるということでした。世界最高の知性が集まるハーバード大学経済学部に進学された雅子さま。波の通訳など軽く凌駕するネイティブレベルの語学力とその経歴にトランプ大統領は大変驚いたようです。当時の皇太子殿下、現在の天皇陛下と結婚を機に雅子さまは日本の皇室に長く閉じ込められ、ご体調を崩したことや、公務になかなか参加できずにいたこともトランプ大統領は認識したと言われています。天皇陛下のご即位に兼ねての来日でしたが、眠っていた皇后陛下雅子さまの外交能力が発揮できた舞台だと、アメリカ紙のニューヨークタイムズは取り上げていました。日本を訪問したトランプ大統領は天皇陛下の歓迎式典で、皇后陛下雅子さまの英語力、外交能力やおもてなし、そして優れた人格に気づいたのではないでしょうか。単語や文法を覚えて英語を話すことは、ある程度の勉強をすることで誰もができることです。しかし、幼少期を海外で過ごされた雅子さまならではの、国を理解し国に寄り添う会話に圧倒されたのでしょう。トランプ大統領夫妻は天皇皇后両陛下と会見されることについて、大変光栄なことだと言っていたそうです。またメラニア夫人は、皇后陛下雅子さまの英語をすごく綺麗ですと周囲に語っていたと聞いています。日本国民として誇りに思う皇后陛下ですよね。トランプ大統領夫妻と皇后陛下雅子さまは、お互いに初対面と思えないほど打ち解けた雰囲気でした。それを証明することとなったのは、メラニア夫人と雅子さまのチークキスです。宮中晩餐会が終わった後、玄関で立ち止まったメラニア夫人は、その日の午前中、初めて両陛下と顔を合わせた時のクールな顔つきとはまるで違い、親しみの表情を浮かべて雅子さまに声をかけて歩み寄ります。その瞬間、雅子さまは自ら夫人の手を握り、顔を寄せられました。夫人も自然にそれに応え、両方を軽く触れ合わせるチークキスを交わされたのです。
雅子さまはトランプ夫妻とはほぼ初対面ですが、短い時間でそこまで打ち解けられたことに驚きの声が多く上がりました。ただ、チークキスが持つ意味はそれだけではありません。通常、フランス人などヨーロッパの人たちは挨拶でチークキスをする慣習がありますが、アメリカ人はほとんどしません。雅子さまはアメリカに長くお住まいだったので、当然それをご存知だったことでしょう。しかし、メラニア夫人はスロベニア出身で、アメリカ生まれではありません。ユーゴスラビア内戦の影響でメラニア夫人は母国を離れます。2001年にアメリカ永住権を得て、2005年にトランプ大統領と結婚し、息子のバロン・ウィリアムズ・トランプを出産し、アメリカ市民権を取得します。2017年トランプ大統領就任でアメリカの歴史上2人目となる、外国生まれのファーストレディーとなりました。このようなバックグラウンドからメラニア夫人は親しい友人にはチークキスをする文化があり、雅子さまは、そこまでご存知の上で、自ら自然な形で親愛の情を示されたのでしょう。今回の皇后陛下雅子さまとメラニア夫人の交わしたチークキスは、メラニア夫人にとってまさに生まれ育った故郷の原点といえる挨拶でした。生まれた故郷は人間誰もが見たくない光景や計りきれない苦しさを経験したユーゴスラビア内戦。決していい思い出とは言えません。アメリカに来てからもいろんな障害物があり、メラニア夫人は相当大変な思いをし苦労もしたはずです。そんなメラニア夫人のバックグラウンドに対する尊敬の意を表したチークキスだったのではないでしょうか。そこが雅子さまの外交スキルがすごいと評価されたのですね。メラニア夫人の心を読み取る外交スキルの高さや、チークキスという瞬間的な適応力は人並みになかなかできるものではありません。瞬間的に行動したところが雅子さまの本当にすごいところだと思います。相当に高いレベルの外交の技術をお持ちだということですね。誰だって外国人に真心を込めて挨拶されたら嬉しくなりますよね。語学堪能だけではなく、しっかり相手の国を思い理解した上でチークキスで挨拶をされた皇后陛下雅子さまの行動は大変ご立派でした。その日、初めてじっくりと両陛下と言葉を交わしたトランプ夫妻も、令和時代の日本の天皇家の力を驚きとともに実感したようでした。また、トランプ大統領と会話する雅子さまのイメージは、外交能力を生かしてソフトパワーを促進するのを助け、ひょっとしたら、厳しい家父長制の皇室で、新しい女性の在り方を確立することになるかもしれません。当初、一部の人たちは、雅子さまの皇室入りを嫁入りでなく転職と見ていたといいます。新しい職場で、究極のキャリアウーマンがどのように力を発揮してくれるのか、そう注目していたようです。雅子さま自身も、嫁ぐ意識より転職意識が強かったのではないでしょうか。そのことは1993年1月、皇室会議で結婚が決まった後の記者会見からも、伺うことができます。外交官の職を捨てることに悔いはないかという質問に、小和田雅子さんはこう答えています。いろいろと考えた結果、今、私の果たすべき役割というのは殿下のお申し出をお受けして、皇室という新しい道で自分を役立てることなのではないか、と考えましたので、決心したわけですから、今は悔いというものはございません。その一方で、65年前、現在の上皇后である美智子さまは、皇室に入ることへの思いを宮内記者会に問われ、良い家庭が作れて、それが殿下のご責任とご義務をお果たしになる時の何かのお心の支えになり、間接的な小さなお手伝いとしてお役に立てばと心から望み努力をしたいと思っておりますと答えています。この2つを対比しても雅子さまの言葉は、新しい場所で力を発揮するという意気込みが伝わってきますよね。しかし皇室では、社会貢献よりお世継ぎが期待され、ストレスにより雅子さまは適応障害と診断されてしまいます。皇室においてお世継ぎをクリアしなくてどうする。そう考える人の気持ちもよくわかりますが、キャリアウーマンとして活躍してきた雅子さまとしては、出産だけが期待される人生はしんどかったのかもしれません。働く女性の成長を喜ぶ。30年前に天皇陛下はそう語っています。そんな中で皇后になった後の雅子さまは、本来の雅子さまの姿を取り戻されつつあると感じます。外務省によると、雅子さまが皇后となられた令和元年、外交官の総合職に就いたのは28名。うち12名、半数近くが女性というデータがあります。雅子さまが切り開いた道は、確実に広くなり、そして続いています。世界中に変革をもたらす雅子さま。
その姿勢は日本社会におけるジェンダー平等や多様性の重要性を再認識させ、将来の日本社会の変革をもたらす可能性を持っています。国際親善の場で示した外交スキルと人間性は日本に新たな景色をもたらしてくれることでしょう。また雅子さまのご活躍は日本国民だけでなく世界中の人々からも高い評価を受け、海外からも多くの称賛のコメントが上がりました。彼女の能力と築き上げてきた人生はもっと認められてもいいものよ。日本の男性優位の社会で苦労をなさってきたのだから。メラニアへの心配りに涙が出ちゃったよ。彼女の価値は皇后だけにとどまらない。良い外交官でもある日本のためになる彼女の能力や価値を日本人の人たちが大切にしてくれることを願っているよ。そのスキルと人間性はこれからの日本のみならず世界中に影響を与えることでしょう。そんな雅子さまの行動は日本国民として誇りに思いますね。いかがでしたか？雅子さまのスキルはもちろんのこと、謙虚なお心は世界中が称賛する素晴らしいものです。男性が優位な日本の社会において大変苦労された雅子さまでしたが、その姿はたくさんの人の目に届き日本の社会を変えつつあります。今後もさらにそのスキルを生かし活躍していってほしいですね。今回の動画はこれまでにします。ご視聴ありがとうございました。12月9日は皇后さまの60歳のお誕生日で、還暦を迎えられる特別な日でした。雅子さまは誕生日にあたって文書で感想を出し、還暦という節目の誕生日を迎えることに信じられないような気持ちがいたします。これからまた新たな気持ちで一歩を踏み出し、努力を重ねながらこの先の人生を歩んでいくことができればと思っておりますと綴られました。また愛子さまについて、卒業論文の提出が間近に迫って忙しそうにしていますが、残りの大学生活を有意義に送ってもらえればと思っています。まだあどけないところも残る愛子ではありますが、いろいろな時に私たちを助けてくれるようにもなってきたと感じますと記されました。一方、医師団は雅子さまのご体調について回復の途上にあり、依然としてご体調には波が終わりです。これまで同様治療を続けていただくことが大切ですなどとする見解を発表しました。これからもご体調に注意し、お元気な姿を見せていただきたいですね。この気品は何なんだ。愛子内親王の映像をまとめた動画が1330万再生の大反響。愛子さまが海外の若者の間で人気爆発している理由とは、天皇皇后両陛下の第一姫御子であられる愛子さまが海外で人気を集めています。若者の間で流行している TikTok では愛子さまの映像をまとめた動画が複数投稿され、たった1本の動画で1330万再生を超えるものが出てくるなど、世界中が愛子さまに注目していることがわかります。子供時代の愛子さまはマイペースで表情が乏しく無愛想な印象だと記事にする記者もいました。険しい表情で手を振る愛子さまを覚えている人は多いのではないでしょうか。しかし20歳の誕生日を迎えた愛子さまの会見では、柔らかいお顔が印象的で国内外で大きな話題になりました。では愛子さまが世界で人気になった理由は何なのでしょうか。今回は愛子さまが世界中で人気になったきっかけとなる出来事と、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。国民に寄り添う愛子さま。天皇皇后両陛下の第一皇女であられる愛子さまは2021年12月1日に20歳の誕生日を迎えました。愛子さまのご称号は敏宮で、お名前とご称号の由来は人を愛し愛され、人を敬い敬われることを願って命名されたそうです。愛と敬の出典は中国の古典孟子の人を愛する者は常にこれを愛し、人を敬する者は常にこれを敬すという李老小句の偈が由来になっています。本来であれば宮中晩餐会など公式の場で用いられる髪飾りのティアラが20歳を節目に新調されるはずでした。しかし当時は新型コロナで国民が暮らしに困窮していたため、愛子さまが考慮されて新調を辞退したというのです。ティアラの新調には3000万円もの費用がかかる見込みでした。国民がコロナ禍で仕事も生活もままならない中で莫大なお金を使うわけにはいかないという国民に寄り添ったお考えだったのでしょう。成年の際には新しいティアラではなく、叔母の黒田清子さんのものを拝借。
新しいティアラを身につけた愛子さまのお姿も見てみたかったのですが、ティアラを代々受け継ぐというのも個人的には素敵だと思いました。また愛子さまは普段着にユニクロや GU などのプチプラアイテムをチョイスされるなど、製品ぶりが話題になっています。皇室の方たちはブランドの良い洋服を着ているものかとイメージしがちですが、愛子さまのお召し物はとても庶民的です。例えば2023年9月に栃木県の那須御用邸へご静養から帰京した愛子さまのファッションは GU で2490円で販売されているプリーツワンピースでした。最近では愛子さまが通われている学習院大学の学園祭王林祭でも GU のお洋服を着ているところが写真に撮られています。この時愛子さまはベージュのベストを着ていましたが、このベストは学園祭だけでなく2023年10月に皇居内の厩舎で神馬として贈られる馬に人参を与えている時にもお召しになっていました。 GU ではテイラードダブルベストという商品名で販売されていたもので、値下げ価格で590円という破格の安さ。それでも愛子さまがご着用されるととても上品で高級に見えるので不思議ですよね。これに対して海外のネットユーザーからは愛子さまのプチプラファッションを称賛するコメントが寄せられました。日本のプリンセスという高い身分なのに1000円もしない服を着ているのかい。庶民の暮らしをしっかり知っているからこそ国民に合わせたファッションを選ぶことができるんだね。彼女が着れば安い服も一流ブランドのように高級そうに見えるよ。コロナ禍で苦しい生活を余儀なくされている国民の前でブランド品ばかり着ていたらバッシングを受ける可能性があるものね。彼女の判断はとても賢いわ。国民と同じように節約をし寄り添っていることがよくわかる。愛子さまのことは昔からずっと見守っているわ。儀式の時にはしっかりしたお洋服を着て、普段はコストを抑えたファッションをするメリハリがとても素晴らしいと思うの。進学を迷う愛子さま、気になる今後の進路。愛子さまは2020年4月に学習院大学にご入学。世界はコロナ禍真っ只中で、1から3年次はオンライン授業で学び続けてこられました。大学では文学部日本語日本文学科に在籍し、2年次には日本語日本文学系コースを選択されています。日本語のルーツ、文法など日本語に関する基礎的事柄を学ぶコースです。日本文学に関して真摯に学び、深い教養や知性を身につけられていることが伺われますが、愛子さまは以前から優れた日本語力や文才を発揮していました。中学校の卒業文集に世界の平和を願ってと題する文章を寄せ、その内容が日本人女性初の国際連合事務次長の中満泉氏が素晴らしい文章でした。愛子さまのように平和を自分の身近な問題として考えてくれる若い人が増えればどんなに素晴らしいかと感動しましたと絶賛しているのです。世界の情勢が混迷を極める中、愛子さまの文章は多くの人々の心に突き刺さります。原爆ドームを目の前にした私は突然足が動かなくなった。まるで71年前の8月6日その日その場に自分がいるように思えた。ドーム型の鉄骨と外壁の一部だけが今も残っている原爆ドーム。写真で見たことはあったが、ここまで悲惨な状態であることに衝撃を受けた。平和記念資料館には、焼け焦げた姿で亡くなっている子供が抱えていたお弁当箱、熱線や放射能による人体への被害、後遺症など様々な展示があった。これが実際に起きたことなのか、と私は目を疑った。平常心で見ることはできなかった。そして何よりも原爆が何十万人という人の命を奪ったことに怒りと悲しみを覚えた。命が助かっても家族を失い、支えてくれる人も失い、生きていく希望も失い、人々はどのような気持ちで毎日を過ごしていたのだろうか。私には想像もつかなかった。愛子さまが日本国民のみならず海外の人々から称賛され尊敬される理由の一つには、こうした平和への思いが日本一国の問題ではなく世界的に共通する普遍的な真理を捉えておられるからなのかもしれませんね。そして大学への通学がようやく叶った現在、愛子さまの卒業後の進路が注目されています。夏休み中には那須御用邸に4年ぶりに静養で訪れ、その後都内では遊園地でのグループデートが報じられるなど、これまでコロナ禍に奪われた時間を取り戻すかのように大学最後の年を謳歌されているようでした。女性皇族は大学在学中もしくは卒業後に海外の大学や大学院に留学し、専門領域の学びを深め帰国後に本格的に公務に取り組むケースが多いと言われています。
直近のケースでは、秋篠宮家長女で2021年10月に小室圭さんと結婚された小室眞子さんは、ICU 在学中に美術史を学ぶため、イギリスエディンバラ大学に留学しました。ICU 卒業後にはイギリス、レスター大学大学院博物館学研究科に入学されています。妹の佳子さまは、ICU 在学中にイギリスリーズ大学に入学されるなど、お二人とも日本の皇室と縁のあるイギリスの大学に留学されています。王室のあるイギリスは警備体制が敷きやすいなどの理由で、日本の皇族の留学先に選ばれているのです。愛子さまも高校時代にイギリスの名門私立イートン校のサマースクールに参加されています。日本の古典文学を研究されている愛子さまは、大学を卒業後、天皇陛下や皇后雅子さまも留学されたオックスフォード大学が留学先として有力視されているようです。しかし、愛子さまはかねてから切望されていたとされるイギリス留学を延期するのでは?と、複数のメディアに報じられています。多くの同級生が進路を決めつつある中、愛子さまはまだご自身の留学を決めかねているのだそうです。国民生活がインフレや円安で困窮する中、愛子さまは留学に多額の費用を使うことを戸惑われているとのこと。ティアラの件や普段着にユニクロや GU のプチプラアイテムをチョイスされている件など、愛子さまの節約志向は注目されています。国民に寄り添うお気持ちは嬉しくありますが、愛子さまがお若いうちに経験できる様々な機会を損なうのは国民としても本意ではないですよね。愛子さまはコロナ禍で大学に十分に通えなかったので、留学はせず日本の大学院への進学も噂されています。国民思いの愛子さまの製品ぶりを絶賛する声がある一方、ずっと我慢してこられたのだから、海外で見聞を広めたり、ご自身がやりたいようにやってほしい。と、心配する声も少なくありません。また、愛子さまが中、高等科の頃の教職員による愛子さまのエピソードが明かされています。愛子さまは高い感受性とまっすぐなお気持ちがあり、友達思いの生徒だったそうです。高校の時は、体育の授業が好きで、天皇皇后両陛下も親しんだソフトボールが得意だったそう。運動会では中1から高3までドリブルリレーという種目に出場し、友達と練習を重ねて高3で優勝を果たしました。クラスでは欠席の友人を心配するなど、友達思いでたくさんのご友人と充実した学校生活を送っていたとのこと。中、高等科の教職員から愛子さまには、何事に対しても丁寧に努力していらっしゃったのは、多くの物事に深いご関心を持ち、高い感受性とまっすぐなお気持ちを持っていらっしゃったから。これから広い世界へ羽ばたいて行かれる宮様のさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。とメッセージが送られています。初めての記者会見に臨まれる愛子さま。愛子さまはライムイエローのスーツに身を包み、約30分にわたる会見をこなしました。天皇陛下の言葉を引用するとき以外はメモを一切見ることなく自分のお言葉で、記者たちの追加質問にも臆する様子はありませんでした。愛子さまは、皇室にあって最も大切にすべき精神は国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にしながら、務めを果たすことだと思っている。それが上皇陛下から天皇陛下へと受け継がれてきたように感じており、国民と苦楽を共にする一つの現れが被災地に心を寄せ続けることではないかと思っています。と、話しました。会見中、終始醸し出す柔らかで優しい雰囲気は、かつてインタビューした外交官時代の雅子さまにそっくり。雅子さまも輝かしいキャリアの持ち主であることを意識させない柔らかさや素直さをお持ちです。愛子さまは会見の中で御用邸での思い出話を披露しました。御用邸のある下田市須崎の海で親子3人でサーフボードに座る挑戦をしたところ、全員揃って海に落ちたというのです。そのようなユーモアをところどころに挟みながら会場全体に視線を配り、質問をする記者の目をまっすぐに見つめて答える愛子さま。そのお姿は、天皇陛下の誕生日会見ともそっくりでした。かつて、小学生時代の愛子さまは笑顔で手を振るご両親のそばで拗ねたような表情を見せ、雅子さまの陰に隠れたり、そっぽを向いたり、先に車に乗ろうとしたりして周囲は驚いたものです。記者会見で愛子さまは、小さい頃から人見知りで、それは今も克服の対象だと明かしています。ご両親は当時、そんな愛子さまの振る舞いをニコニコと見守るだけでほとんど注意をしていません。一見、自由放任主義のように見え、しつけがなっていない。愛子さまは何かご病気があるのでは?と、意地悪く受け止める報道や噂は少なくありませんでした。
しかし、子供に自覚が芽生えるまで辛抱強く待つことが雅子さまと天皇陛下の子育ての流儀だったのでしょう。愛子さまはご期待通りに徐々に自覚を持つようになり、いつの頃からか愛子さまも笑顔で手を振り、会釈をするようになったのです。愛子さまがお生まれになったのは天皇陛下が皇太子時代、雅子さまと結婚して8年後のことでした。待ち望んだ末の我が子を抱いた雅子さまは、記者会見で、初めて私の胸元に連れてこられる生まれたての子供の姿を見て、本当に生まれてきてありがとうという気持ちでいっぱいになりましたと、涙を抑えながら話しました。それから20年後、愛子さまは記者会見で母の皇后雅子さまの感想にこうおし、産んでくれてありがとうと、娘から母へのメッセージを残しています。会見の後、国内では愛子さまの立派なご成長を目の当たりにし、SNS では愛子さまフィーバーが巻き起こっていました。愛子さまの人気は国内だけでなく海外でも高まっており、近年若い世代を中心に広まっている TikTok には愛子さまの映像をまとめた動画が複数投稿されています。世界の王室のプリンス、プリンセスの映像を配信するフォロワー48万人の人気アカウントが投稿した動画は再生数が1330万回を超え、大きな反響がありました。海外の反応。今回のことについて海外からたくさんのコメントが寄せられていたので、ご紹介していきたいと思います。おお、なんて美しいプリンセスなんでしょう。いつも綺麗な髪をしているのが素敵ですね。あの礼儀正しい振る舞いが彼女を素敵なレディーにしているんだと思う。優しそうなお人柄があふれ出ていて、本当に美しさは内面から来るものだということがわかります。柔和な雰囲気が合う人の心を温かくしてくれそうです。知ってるかい、他の国のプリンセスはロイヤルハイネスだけど、日本のプリンセスだけはインペリアルハイネスになるんだよ。彼女には純日本的な美しさがあるね。日本にもプリンセスがいるのは初耳でした。素敵ですね。今まであまり見たことがなかったから、もっと彼女のことを知る機会が増えるといいな。それにしても清楚な雰囲気のお召し物が素敵だ。あの気品を身につけるのは一般人では無理だね。年を重ねるごとに美しくなっていかれてますね。話し方が柔らかく、そして肌が白くて透明感がある。映像からでもうやうやしい人であることが伝わってくるな。彼女を目の当たりにしたら緊張してドギマギしちゃいそう。彼女は一般人とは違うのに、国民と同じような安い服を着たり、節約をしたりする必要があるのかい。庶民に合わせずプリンセスはプリンセスらしい華やかさを国民に見せた方がいいと思うけど、自国のプリンセスが質素な暮らしや見た目をしていたら悲しくなるよ。いかがでしたか？愛子さまの人を思う心遣いは、日本国民だけでなく世界中の人々の心を温める素晴らしいものでした。海外では世間をお騒がせするプリンス、プリンセスが珍しくありませんが、愛子さまは誰が見ても尊敬に値し、国民として誇らしいですよね。これからも愛子さまや日本の皇室が多くの尊敬を受けることは間違いないでしょう。それでは、今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。国内外問わず、人気の愛子さまですが、そんな愛子さまの人柄が、垣間見えるエピソードがあります。愛子さまが2歳の頃、雅子さまが体調を崩されて、療養に入られていました。国民からは、雅子さまの体調を心配すると同時に、愛子さまが、どのようにお育ちになるのか、関心が高まりました。その後、雅子さまは公の場に、出てこられなくなりましたが、当時、天皇ご一家が、スケートをしていた時のことです。雅子さまは、療養中でしたが、スケートリンクにいらしていて、途中でお疲れになり、リンク脇で座って、休まれていたそうです。すると、当時5歳の愛子さまが、その様子にすぐに気がつき、雅子さまに駆け寄って、そっと寄り添われたのです。愛子さまは、まだ幼いのに、お母さまの体調を気遣い、寄り添っていらしたのでしょう。このエピソードを明かしてくれたスケート指導の方は、母と子の愛情が伝わってきて、思いやりにあふれる上に、支え合う関係というのが見えて、胸が熱くなりました、と話しています。小さな子が、誰から言われたのでもなく、体調の優れない母に駆け寄り、寄り添う姿は、確かに胸が熱くなります。愛子さまが、心優しい方であろうということが、伝わってくるエピソードですよね。これが、日本の天皇。エリザベス女王の国葬に参列した天皇陛下の行動に全世界が感動した理由とは、日本の皇室が世界中で称賛されています。
2022年にイギリスのエリザベス女王の国葬に参列された天皇皇后両陛下。この葬儀は世界各国で生中継され、数十億人が視聴することになりました。その中での天皇陛下のある行動が世界中に衝撃を与え、称賛されることになったのです。かつての大戦後、イギリス国民から憎まれていた日本。しかしそんな中でも、天皇とエリザベス女王の間には深い絆がありました。今や世界の中でも特別な関係を持っている日本の皇室とイギリス王室ですが、当時世界中を驚愕させた天皇陛下のある行動とは何だったのでしょう。また称賛される理由は何なのでしょう。海外の反応や皇室とイギリス王室のつながりなども交えてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。日英の深い王室の絆と国葬参列の真実。2022年9月、天皇皇后両陛下はエリザベス女王の国葬に参列されました。イギリス史上最長となる70年間にわたって在位したエリザベス女王。ロンドンのウェストミンスター寺院で約1時間にわたって営まれた葬儀は、エリザベス女王の長い歴史ゆえに世界各国の要人が約500人も参列することになりました。国葬には天皇皇后両陛下をはじめ、アメリカのバイデン大統領、フランスのマクロン大統領なども参列していました。そして今回のご訪問は、天皇皇后両陛下にとっては即位後初の海外訪問でした。2年前にはエリザベス女王からの招待を受け、天皇即位後初の外国訪問としてイギリスへの訪問が予定されていましたが、世界的に感染症が流行してしまったことでそれは実現しませんでした。結局エリザベス女王からの招待でイギリスへ行くことはかなわず、天皇陛下の即位後初のイギリス訪問は残念ながら女王の葬儀となってしまったのです。実は天皇陛下が葬儀に参列されることは、日本の皇室の歴史を遡っても極めて異例のことです。宮内庁によると、平成5年にベルギーのボードワン国王の国葬に当時天皇皇后だった現在の上皇ご夫妻が参列されて以来、今回が2度目になります。なぜこのような異例のことになったかについて、当時の官房長官はこう説明しました。英国王室と我が国の皇室とはかねてから親しい関係にあり、特にエリザベス女王は70年にわたる間、昭和天皇、上皇様、天皇陛下と3代にわたり交流をされてきたと説明し、皇室とイギリス王室との特別な交流が今回の異例ともいえる天皇皇后両陛下の国葬参列につながったことを明かしたのです。イギリスが評価する日本のつつましさ。特別な対応はしなくてもいいです。これは天皇陛下が国葬に参列された当日におっしゃられた言葉として、海外メディアに広く取り沙汰されました。送迎用の大型バスが何台も並び、現場一帯にはピリピリとした空気が流れていたといいます。このような光景は過去日本でも見られました。それは2019年皇居で行われた即位礼正殿の儀の時でした。儀式が終わり、各国の要人を乗せた車列が一斉に帰路に着いたため、交通が混雑してしまい、とても手間取ってしまったのです。イギリスはここから何かを学んだのか、500人もの参列者を1台ずつ車で発着させずに、バスで乗り合わせることで時間内に送迎する計画を立てていました。日本の天皇陛下がバスに乗るなど考えられないと考える人は多かったようですが、陛下ご自身は当初よりイギリス側に負担にならないようにしたい、特別な対応はしなくてもいいという考えを示したようです。その時、皇室ジャーナリストは次のように話しています。陛下は18日にバッキンガム宮殿で行われたチャールズ新国王主催のレセプションにも各国のトップとバスに乗り合わせて参加されました。専用車での移動の打診もあったと思いますが、お断りになられたようです。そして今回さらに異例の事態がありました。それは両陛下をお守りする皇宮警察の護衛官がバスに同乗しないことでした。護衛官が同乗しないということは、両陛下は警備のないまま乗り合いバスに乗ったということです。それだけイギリスに対する信頼があるというふうにも捉えられますね。イギリス国内ではそういった判断が日本ならではのつつましさとして捉えられ、高く評価されたそうです。しかし、イギリス王室と皇室の150年にわたる信頼関係から、
イギリスから両陛下に対しては様々な配慮がなされたといいます。両陛下が車に乗車されていたところ、イギリス側から防弾仕様の車両が提供されたそうです。特別な対応はしなくてよいとお話になった両陛下も、この心遣いには大変感謝しているそうです。国葬の際、天皇皇后両陛下は棺の置かれた中心部から見て前から6列目に着席されていたことがイギリスメディアの映像で確認されました。皇后さまは前から6列目の通路側の席に、その隣に天皇陛下が着席されました。実はこれはかなりの特別なポジションなのです。その比較として、世界第1位の経済大国であるアメリカのバイデン大統領は前から14列目の席でした。イギリス王室のしきたりで、女王の葬儀では前からの座席は血縁者、イギリス王族、イギリス連邦の国家元首、そしてその他の国の関係者という順に決まっています。天皇陛下の隣、通路側から3番目はマレーシアのアブドラ国王とみられ、お二人が会話する様子がイギリスメディアの配信写真で確認されました。皇室とイギリス王室が進化する70年の絆。では皇室とイギリス王室はなぜこのように親密な関係なのでしょうか。両者の交流が始まったのは、両国が敵国だった第二次世界大戦が終わって8年後の1953年のことです。それはロンドンで行われたエリザベス女王の戴冠式でした。昭和天皇の名代として当時19歳の皇太子だった上皇様が参列。第二次世界大戦の終結からわずか8年しか経過していない当時、イギリス国民の中には日本に対して非常に厳しい国民感情があり、この参列を快く思わない人も多かったといいます。上皇様は当時いくつかの都市を訪問する予定があったそうですが、この状況の影響で一部の訪問は取りやめになったと言われています。歴史上のいざこざというのは亡くなるまでに多くの時間を要します。何十年何百年経ってもそれを引きずっている状況というのも多いです。これは仕方のないことでしょう。しかし当時27歳だったエリザベス女王は、国内がそんな状況にありながら上皇様と一緒に競馬を鑑賞するなど、上皇様を温かく迎えたのです。上皇様はこの時のことを深く感謝されているそうで、今でも当時のことを思い出すことがあるそうです。またこの訪問が上皇様にとって国際親善の原点にもなりました。90年代2000年代に突入してもこの両者の交流は続き、今ではすっかりイギリス国民の日本に対するイメージは回復し、もはや友好国であるという認識となっています。そしてエリザベス女王と日本の皇室の交流の中でも、特に上皇ご夫妻と女王との関係性は強く、2012年に行われた女王の即位60年を祝う行事の際には、それを裏付けるような出来事がありました。それは現在の上皇様が3ヶ月前に心臓の手術を終え、リハビリを経てのイギリス訪問が実現した時でした。デリケートな手術を受けていたにもかかわらず、海外まで駆けつけた上皇様をエリザベス女王は笑顔で出迎え、元気な姿でお会いできてこんなに嬉しいことはありませんと大変喜びになったといいます。次の日の昼食会では、上皇様は女王夫妻の座るメインテーブルで、女王のすぐ隣という席に案内されたそうです。この時多くの国の王族などが参加していましたが、60年前の戴冠式と即位60年の祝賀行事の両方に出席しているのは上皇様とベルギー国王だけだったそうです。心を通わせながら同じ時代を生きてきた上皇様と女王の深い絆が感じられますよね。そんなお二人の関係性について興味深いエピソードがあります。上皇様は女王への深い信頼のもと、将来天皇となる長男の陛下を大学時代イギリス留学に送り出しました。天皇陛下は大学生の頃、1983年から2年間イギリスのオックスフォード大学に留学されていました。その時は女王からバッキンガム宮殿に招かれ、一緒にお茶をしたり、エリザベス女王と夫のフィリップ殿下からの招待を受け、一緒にバーベキューを楽しんだそうです。まるで家族同然のような時間を過ごされたと言われています。その後は2001年に天皇陛下が女王を訪問しており、女王と一緒にウィンザー城の図書館で時間を過ごしたり、夕食を共にしています。即位後最初の外国訪問として女王から直々に招待を受けていましたが、その約束も叶わぬまま葬儀への参列という悲しみの旅に形を変えてしまったのです。
しかし、このイギリス訪問で、陛下はこれまでの感謝の気持ちを込めて、女王の棺に最後のお別れの挨拶をし、チャールズ皇太子の手を取って、上皇夫妻の哀悼の意を直接伝えられました。世界が称賛する日本の皇室。両陛下の人柄や相手を思いやる心遣いがイギリス王室に届き、今回の異例ともいえる葬儀へのご参列につながったことは言うまでもありません。これからも皇室とイギリス王室は共に発展し、友好的で素晴らしい関係が続いていくでしょう。そんな女王の葬儀での天皇陛下の様子に、海外からは多くのコメントが寄せられていましたのでご紹介します。日本の天皇陛下は現代まで続く中で世界最古の王朝の皇帝として知られている。そんな人がイギリスと深い関わりを持ち、女王の国葬に駆けつけてくれるというのは、我々イギリス人にとって誇らしいことだよ。天皇陛下の品格は世界のリーダーの手本として見習うべきだ。どういう理由で席順を決めたのか、すごく興味がある。なんでスペインの国王は2列目なんだろう。日本には今でも天皇がいることはラッキーなことだよ。日本の天皇は現代の世界で最後の偉大な君主として存在しています。天皇皇后両陛下の訪問にイギリスがこれほど喜ぶことは、日本人にとって誇らしいことですよね。日本の皇室がこれからも多くの尊敬を受けることは間違いないでしょう。それでは今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。一流のおもてなしだ。皇后雅子様が見せたジョコ大統領夫人へのさりげない心遣いが海外メディアが取り上げられ、インドネシア中で大反響を呼ぶことに。皇后雅子様の外交力が世界中から称賛されています。即位後初めての国際親善としてインドネシアを訪問された天皇皇后両陛下。その時雅子様が見せたある行動が海外で話題になっているのです。ご結婚された翌年からお二人で中東4カ国を歴訪し、そのキャリアを存分に発揮された雅子様。しかしそれ以降、国際親善の機会はほとんどなくなりました。一方でお世継ぎへのプレッシャーがのしかかっていた中、体調を崩される場面もありました。それでも外交官としての経験を生かした雅子様の能力は世界を驚かせるほど卓越していました。インドネシアでの皇后雅子様のどのような行動が驚きをもって迎えられたのでしょうか。今回は皇后雅子様の素晴らしい対応と称賛される理由、また海外の反応についてご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。聡明で誠実なお人柄の雅子様。2022年12月9日、雅子様は59歳の誕生日を迎えられました。この数年はコロナ禍にあって、英国エリザベス女王の葬儀出席や即位後初めての沖縄県ご訪問など様々な公務をこなされました。天皇陛下とのご結婚からもうすぐ30年、平成の皇太子妃時代から令和の皇后となった現在まで、雅子さまは様々な機会で印象深いお言葉を語られています。国際問題や社会情勢についての英知、弱い立場の人々に注ぐ視線、ご家族への感謝の気持ち、時にユーモアも交えた言い回しには、聡明で誠実なお人柄が現れています。雅子さんのことは僕が一生、全力でお守りしますから。という天皇陛下のプロポーズを受け、1993年6月9日にご結婚された雅子様。ハーバード大学卒で外務省出身というキャリアがクローズアップされ、新しい時代のプリンセスとして国内外の注目が集まる中、雅子さまの皇室での生活が始まりました。天皇陛下とのご婚約が内定し、初めての記者会見でお子さまは何人ご希望ですかという記者からの質問を予測されていた雅子さまは、天皇陛下に家庭でオーケストラを作るほどの人数はおっしゃらないでくださいねと事前にやんわり釘を刺していたそうです。音楽好きでビオラを演奏される陛下のことを気にかけたユーモアが光ります。その後ご結婚直後からお世継ぎ誕生の期待が高まり、メディアの報道も過熱しました。1994年2月の記者会見で雅子さまはそんな風潮について、特にプレッシャーもございませんけれども、物事はなるようになるのではないかという感じですと答えておられます。さらに天皇陛下も、あまり周りで波風が立ちますとコウノトリのご機嫌を損ねるのではないかと答えられましたが、待望の愛子様誕生はそれから約8年後のことでした。
なるようになる、と、雅子さまは達観しながら重圧に耐えられたのかもしれませんね。ご結婚以来、様々な公務を果たしながら、自然災害に遭った人たちや、困難な状況にある子どもたちに、寄り添い続ける雅子さまですが、プライベートでは、音楽や登山など、天皇陛下と共通の趣味も楽しみながら、夫婦の絆を深めました。一方で、ご自身のキャリアや能力を、伝統的な皇室で、どのように生かすことができるかを、自問する日々でもあったようです。待ち望んでいた海外訪問が、久しぶりに実現した翌年、雅子さまは、帯状疱疹をきっかけに、長い療養生活に入ります。その後、天皇陛下が、雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です。と発言したことは、大きな波紋を呼びました。愛子さまも、小学校時代に登校が不規則になるなど、試練が続きましたが、ご一家は強い絆で乗り越えてきました。そして、2019年5月1日、雅子さまは、上皇后美智子さまの後を受け継ぎ、令和の皇后陛下になられたのです。その後、2004年に適応障害であることを公表して以来、治療を続けている雅子さまは、2017年の誕生日には、周囲の支えに感謝した上で、できる限りの務めを果たせればと思い、努力してまいりました。と感想を綴られました。近年は、地方への泊まりがけのご公務に出席することも増え、体調に波はあるものの、回復途上にあるとのことです。新型コロナウイルスの感染に見舞われた2021年、雅子さまは誕生日のご感想で、自殺者が増えたことに触れ、経済的に追い込まれたり、孤独に苛まれる人々のことを憂いました。痛みを分かち合いながら、みんなで手を携えて歩んでいくことが、これから先、ますます大切になるのではないか。と綴られていますが、この言葉の前に、人々がお互いを思いやる気持ちを大事にし、特に弱い立場にある人々をいたわる、と書かれています。ご病気を経験されている、雅子さまだからこそわかる、人を思いやる大切さや、弱者へのいたわりの気持ちが伝わってきますね。雅子さまと、インドネシア大統領夫人をつなぐ歌、ブンガワンソロ。2022年7月、両陛下は皇居、御所で、来日したインドネシアのジョコ大統領夫妻と懇談し、和やかな雰囲気の中で、親しく交流をされました。実はこの時、雅子さまとイリアナ大統領夫人の間で、ある一つの歌が話題に上がりました。それは、イリアナ夫人の出身地、ゆかりの歌です。ふと夫人が口ずさむと、雅子さまは目を見開いて嬉しそうに、その歌を知っています。と話されたというのです。雅子さまがご存知だったこの歌の曲名は、どのメディアでも具体的に指摘されていませんでしたが、一体どんな歌なのでしょうか。推理を手繰り寄せると、特に年配の日本人にはおなじみの、インドネシアといえばこの歌、と呼ばれるものが浮かび上がってきました。ヒントとなったのは、大統領夫人の出身地、ゆかりの歌、であること、そして雅子さまがメロディーをお聞きになって、すぐに分かったことから、日本で知られている歌、であることです。ジョコ大統領の配偶者であるイリアナ夫人は、インドネシアジャワ島中部にある都市、スラカルタの出身です。ジャワ島には、農耕や生活に必要な水源として、人々の営みを見守ってきた豊かな大河、ソロ川、が流れています。インドネシア語で、ソロ川、は、ブンガワンソロ、と呼ばれています。ブンガワンソロ、という言葉の響きに、あ、と思われた方もいるかもしれません。実はインドネシアの国民歌、と言って良いほどのポピュラーソングに、ブンガワンソロ、のタイトルが付けられた歌があり、日本でも有名なのです。戦前の1940年に、スラカルタ出身の音楽家が作った、大河の流れのように、ゆったりとして叙情的なメロディーは、多くの人々の心を捉え、たちまち誰もが口ずさむ歌として広まったそうです。当時、インドネシアに駐留していた日本軍の兵士たちの間でも、遠く離れた故郷を忍ばせる歌として、歌われるようになったといいます。そして、戦後間もない頃、インドネシアから帰還した兵士たちが、ブンガワンソロのメロディーを誰ともなく歌い伝えたところ、歌のおばさんとして知られるソプラノ歌手の松田都史さんが詞をつけて、レコード発売し、大ヒットしました。以来、渡辺浜子さん、美空ひばりさん、藤山一郎さんなど、多くの人気歌手たちが歌いつないできており、今でも夏メロ番組では定番の名曲となっています。戦後生まれの雅子さまですが、日本で広く知られるこの歌を、きっとどこかで耳にして、記憶に留めていらっしゃったのではないでしょうか。
テレビやラジオなどの放送媒体はもとより、文画ワンソロを聞く機会は日本でも愛唱家として親しまれてきたこともあり、学校の行事などで合唱家として歌ったり、音楽の授業で習ったことも考えられますね。事実、音楽の友社が発行する高校生の音楽の教科書には、ラマンチャの男、見果てぬ夢やサトウキビ畑と並んで文画ワンソロが紹介されています。もしかしたらご結婚後、音楽をたしなまれる陛下と共に鑑賞した演奏会などでお聞きになったのかもしれません。なぜなら、文画ワンソロはインドネシア音楽の代表的な歌であり、日本を含めたアジアで広く知られていることから、演奏会の曲目に選ばれたとしても違和感はないからです。この歌の包み込むような柔らかい曲調が、雅子さまの心の中に深く残っていらっしゃったのでしょう。タイトルに用いられた文画ワンは、ジャワ語でタイガを意味します。そしてソロ側は、太古の昔からインドネシアの人々に恵みをもたらし、水浴びをしたり洗濯をしたり、商人が船で行き来したりなど、日常の中に欠かせない生活の一部でした。まさに母なる川なのです。雅子さまが覚えていらっしゃったインドネシア発祥の歌が、互いの心をつなぎ、日本とインドネシア両国の深い絆を結ぶことでしょう。インドネシア訪問で見せた外交力、即位後初めての国際親善訪問としてインドネシアに滞在中の天皇皇后両陛下は、お二人揃って歓迎行事に臨まれました。令和になって国賓としての外国ご訪問は今回が初めてとなります。両陛下は残留日本兵らが眠るカリバタ英雄墓地にも訪問し、照りつける南国の日差しの中、2分近くも黙祷を捧げました。その日の午後には、天皇陛下お一人で訪問される予定だったダルマ・プルサダ大学と職業専門高校へ、雅子さまのご判断で急遽ご一緒に訪問されることになったそうです。このご様子から、ご体調に取り立てて変化はなく、むしろ体力的にはとても安定しているように見受けられました。雅子さまの笑顔も絶えないことから、同行した宮内庁職員らも、あんなに明るいご様子は初めて見たと驚いていたそうです。そんな和やかな雰囲気の中、執り行われた歓迎行事でしたが、雅子さまがジョコ大統領夫妻に対して心温まるお気遣いをされる場面がありました。天皇皇后両陛下はジョコ大統領夫妻と共に歓迎行事中、一連の行動を共にされていたのですが、階段を降りられる際、ジョコ大統領は階段を降りにくそうにされる夫人の手を握って降りられていました。場面が変わって、式典行事のクライマックスの際に、天皇陛下とジョコ大統領が揃ってお言葉を発せられる式典会場まで階段を降りられたのですが、ジョコ大統領は後から皇后雅子さまと一緒に降りてくる夫人の足の様子を気にしたそうです。これまでの階段を降りられる様子をさりげなくご覧になっておられたのか、または事前にお足が悪いことを知っておられたのかは分かりませんが、雅子さまは大統領夫人を特別に気遣う様子を見せ、そっと手を差し伸べられたのです。大丈夫ですというジェスチャーを見せられた大統領夫人でしたが、その後も雅子さまはゆっくりと歩調を合わせてご一緒に階段を降りていかれました。雅子さまのお優しい心配りが垣間見られたこのシーンを、大統領府をはじめ BBC インドネシアなどの大手メディアがライブ中継をしており、そのコメント欄に雅子さまのお心遣いに感謝の声が投稿され、称賛されました。その他にもインドネシアでの別格の所作が見られたといいます。マナーのプロである西出さんは、雅子さまのある所作を見逃さなかったと話しています。マナーの観点から素晴らしい所作だと感じたのが、インドネシアの首都ジャカルタ近郊のスカルノハッタ空港で車に乗り込む時です。握手をする場合、立場が上だったり女性の方から手を差し伸べるのですが、雅子さまはそれを自然と行っていらっしゃいました。お立場上当然の所作だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、日本の挨拶は握手よりもお辞儀がほとんどです。日本の場合、奥ゆかしさが先行し、海外に行った時に頭では分かっていても自分から手を出し握手するというのがなかなか自然にやりづらいところがあります。雅子さまはこのようなことを熟知されていることに加えて、海外での生活や外交官というご経験も相まって、自然に堂々と先に手を差し出されて握手をなさっていらっしゃいました。その握手はとてもスムーズで、所作も姿勢も別格の美しさでした。そうした所作が自然に出てくることから、生き生きとした雅子さまの笑顔もはじけ、その笑顔はまさに国際親善の交流に欠かせないものですね。
さらに西出さんは、私はいつもマナーの指導の時にお話ししているのですが、マナーとはお互いの立場に立って、思いやる気持ちであり、そのことでみんなが幸せになります。天皇ご一家が、出迎えられた方々へ配慮なさり、一方、暑い中でも整然とお出ましを待たれていた方たちも、天皇ご一家への深い思いが伺えました。双方に、本物のマナーがある光景でした。拝見していて、気持ちが良くなると言いましょうか、そこには互いに人としての美しさがあり、こちらも幸せになる瞬間でしたね。だからこそ、何度も映像で報じられたのだとも思います。と雅子さまの所作を称賛しています。海外の反応、インドネシア地元メディアでも、雅子さまが大統領夫人に手を差し伸べられるシーンを撮影し、写真を掲載し、紹介していました。また CNN インドネシアデイリーの公式ツイッターアカウントも、雅子さまが大統領夫人と共に階段を降りるシーンを動画付きで公開しており、印象的な場面として取り上げていました。そんな雅子さまのお心遣いへの感謝の声の、その一部をご紹介します。両陛下の気品と優しい笑顔が誇らしいです。雅子さまは本当にお綺麗でいらっしゃいます。素敵な笑顔は歓迎の旗を振ってくださっている方々にも安らぎと安心感を与えていると感じます。お二人お揃いでの外国訪問は21年ぶり、感慨深いものを感じます。天皇陛下、皇后陛下ともに和やかな雰囲気の中での国際親善ですね。自然体でコミュニケーションを取れるのは両陛下のお人柄や語学力あってのことでしょう。お暑い中だと思いますので、お体に気をつけながらお過ごしいただきたいです。両陛下の訪問はインドネシアでも大ニュースとして取り上げられています。それにしても陛下のお人柄や誠実さは我々の心を打ちます。あんまり興味はない、みんな騒ぎすぎだと思う。しっかりインドネシア大統領ご夫妻のこともインプットされているでしょうし、雅子さまは形だけでなく本当に素敵で社交的なので、お話も弾み良い国際親善になるでしょう。いかがでしたか？これほど素晴らしい才覚、お人柄をお持ちの皇后雅子さまが、長く海外への公式訪問ができなかったこと、その理由や背景は、やはり酷であり、非常におつらかったこととお察しいたします。しかし、雅子さまの立ち振る舞いの美しさに、本当に心が洗われますね。日本国民で良かったと誇らしく思います。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。